どうしよう。どうしよう。ああ。新公演前面少量ないと思ってた。私もねそのつもりだったんだけども。ちょっと。ちょっと待ってね。クリナどこ？クリナはいません。今日も会ってたけど。何の時間？私が日向さんの卒業発表の言葉を聞く時間。寂しい。なんか前回さ、前回もさ、なんかすごい生誕が続いてた時になんかぽっかりとさ通常公演があったじゃん。だからさ、なんかその時にいや何もないやんみたいな思ってたら今日のこれですよ。寂しいんだけど。通常公演危険だよね本当に。そうフェイントっていうかなんかこう言っていいのか分かんないけどメンバーの間でも「え？」ってえこのさ通常公演はあからさますぎるよねみたいなことを言ってて。なんかそうめっちゃメンバーとか見て「めっちゃなんか嫌なんだけど」って言ってたのにな、その日何もなく終わったから「あなんだ」みたいな「なんだ」とか言ってて、なんか後日誰かがマネージャーさんに「まあ、そういう日も作らないとファンの方はずっと疑心暗鬼になっちゃうから」って言ってた果てのこれて。恐怖だよね、わかるその気持ち。来週も通常公演だな。マジ？で来週はチーム公演でしょ？怖いよね本当に。なんかやだ寂しい、本当に寂しい。なんかね、いただきます。なんだぞ。
分厚い卵焼きやわ。確かに見えなくもない。トーストです。ちょっと食べかけ。うん、もつ鍋でも良かったんだけど、なんか洗い方がうまく、じゃ乾かし方がうまくいかなくて生乾きになって今洗い直してるの。新公演は6期生が何入るのか。5期生でしょ。さすがにリナ出て鉄なの時で出れなかったんだから、さすがに出てくれ。水色似合いすぎでは。本当に嬉しい。これさ見て、めっちゃ丈短いの。なんかそうレッスン着のつもりで買ったんだけど、なんか思ってる5倍でなんか丈が短くって、ちょっと考えなきゃなっていう。部屋着だけど部屋でお腹出すのもなっていう。だから、あ、本当だ、パン粉がついてる。気まずい気まずい。ちなみにこれはスピンズで500円で買いました。安っ。なんか壊さないよ。嬉しい。なんかさ、エゴサをするとさ、絶対にツイート3つに1つぐらいは、あの広告のあれバス停のやつが出るから、本当ににんまりしちゃう。にんまりにんまり。ゆうとっち、ハートありがとうございます。ねえ、こんな時にさ、あれなんだけどさ、この海派山派のイベントってさ、海派山派というか家派なんですけど、私どうしても図書カードが欲しい。図書カードが欲しいの。6日の公演こっそり行きますね。こっそり来てや。そっか、新公演、新公演。図書カードってまだあったのね。図書カードはありますよ。落ち着いて。お願いだから歌を歌わないで。お願いだから歌を歌わないで。私もうイエハギフトください。家派のさギフト、なんかこれギフト、無料のギフトないの。よろしくお願いします。あ、やばいやばい、人のショールーム流れちゃってんだよ。あれ、これ無料はないのか。うん、しょんぼり。このことをサイマルがラジオで触れてピアノされる。うん、私それ本当に大好きなんだよね。
昨日さ、この間さやかに会って、あの撮った日、その日に会ったんよ、撮った後に。ねえさやか、ラジオで初めてピーって流れるかもしれんね。何をあんたいっぱい一体口走ったのって聞いたら、あの T2 の新公演のやつをなんかもろに言っちゃって、知らずにもろに言っちゃったって言ってて、それはさすがに面白すぎるやろってことで。ねえ、家派海派、家派海派、あのやつチャレンジからギフト、無料のギフトもらえるらしいから、ちょっとぜひ家派の、家派を投げる当てがない皆様は私のルームで投げてくださると嬉しいな。ミュン、今コビ言ってる。いらっしゃいいらっしゃい。コビはいかがですか。あーもうやだ、めっちゃ頭から離れないし歌いそうになる。本当にダメ、本当にダメ。はいはい、 I wanna do。 ダイレクトに言ってて、そうだからダイレクトに言ってた。うん、え、なんて言ったのって聞いたら、うん、いやもろやんけみたいな。たかさん、家のクマありがとうございます。まーさん、家のクマありがとうございます。アジシュンさん、ありがとうございます。フランさん、ありがとうございます。谷川豊さん、ありがとうございます。ケーキッタさん、ありがとうございます。としおみん、ありがとうございます。ヤスプッチンさん、ありがとうございます。なんかすごいリナのルームで聞いたことある名前がいっぱい並んでる今日。エイルカーとマカオさん、ありがとうございます。なかなか長さん、ありがとうございます。ビバップ団長さん、ありがとうございます。ゆっくんさん、ありがとうございます。メイビーさん、ありがとうございます。豊さん、ありがとうございます。なんかいっぱいもろた。もうおもらし済みという説も、そんなことないよ。ここで何者かに消される。やめとけやめとけやめとけ。何その歌、ちょっと知らない。そんな歌詞の歌あるっけ。ちょっと何もわからないです。ビタミンちくわさん、ビタミンちくわってすごいセンスあふれる名前だね。私結構好きだよ。ありがとうございます。大分の田中さん、家テントありがとうございます。まさふみさん、ありがとうございます。田中さん、ありがとうございます。テレビの方だ。傘、パラソル、こっちゃん、ありがとうございます。寝そう。家ギフト投げにお邪魔しますね。家ギフト、家派、家派。そんなんさ、家あったらもう家でしょ。なんか海か山かって聞かれたら、まあ海かなってなるけども、そこに家加わったらもうチートでしょ。みゅんちゃん、明日の仕事うまくいくように乗ってて。うまくいきますように。何の仕事かな。確かにテロップ書いとこう。あーもう頭から離れない、新公演の曲頭から離れないの。うーん、本当にやめてほしい。なんだっけ、家派、家派と聞くと家側派と、あれテロップ消えた。
そうそう、タプが買いたいってリノが言ってたけど、ミュンはおーリノちゃん、トップがでもこの間変えたんだよね。まるで で新公園何じゃないのよところが何じゃないんですよね。インドアしか勝たん。ゆうとっちテレビありがとう。家テレビもうね、生配信は P が入れられないから困ったもんですね。まったくねえ、これさ、自分で自分にギフト投げるってできないの？できるわけないね。どうしようどうしても欲しいから自分で新しいアカウント作ろうとしてる。もうせこいせこい。4日のサーバー生誕行きますよ。やったー。そう、出るんですよ。みゆんちゃんがへそ出しだと聞いてきました。どこで聞くんやそれは時差でピーヨン入れるしか。誰か入れてけろ誰か入れてピー。うん、ジャンさんありがとうございます。4600ポイント先は長いね。すごい、もう4600ポイントいったんだ。ポジティブイズミー。なるみよりなわかな、いよりの第6話かな、そうだよとか言って、ね、どんな顔でロッキー戦受けるよか、普通の顔でいいでしょうどんな顔も何もないでしょうよ。ね、あのさ、私のね、まあ、漫画その LINE じゃないけど、まあ LINE ではないけど、その、まあ、また別で家族とかとやり取りしてるあのトークのアプリがあって、そこのタイムラインに私のその広告のね、広告の写真、みんながツイッターに載せてくれてる写真を、ツイッターでめっちゃ喉が鳴った、気まずあのをね、ツイッターに載せてくれた写真を保存して、あの載せてるのね、その方のタイムラインに。でその多分適当に保存してるじゃないけど、とりあえず目についたやつを保存してるみたいな感じだから、あのそのタイムラインに載ってる3枚目の写真にがっつり私のファンの人が写ってるの。なんかイエーイってこうやって写ってるやつを、あのお母さんはお願いだから、あのタイムラインに流さないでって思ってめちゃくちゃじまるんだけど親が自分のおたくさんの写真をタイムライン載せるってちょっとじわるからやめてほしい。本当にあのね、不慣れにも程がある。本当に
あの写真なら私から送るからお願いだから、そんなそういう面白いことをするのをやめてと思って、お母さんやめてそう、なんかお願いだから晒さないでって思って、普通に親戚とかも見てるのに本当に面白い。なんかそのスクショ見て一生笑ってるああ面白すぎて、たくさんテレビありがとうございます。たけさん可愛い、ありがとうございます。しましゃけさんありがとうございます。もうお母さん本当にそんなに、どうしてそんな面白いことができてしまうのって思って、ああどうしよう、ハードな内容ですか、なんかそんなに踊る曲はないですとか言ったらダメだよね。いやめっちゃ結構あの踊ります、それなりに踊ります。ゆうとっちくるみたい、くるみたいじゃない、テレビありがとうございます。僕のスクショもあるのかな、あのねあるねなんかそのあまりにもだから載せてたから、あもう見に行ったんかって思って、お母さんあもう見に行ったんだ、へえ珍しいじゃんとか思ったら、あの普通に載せてるやつを、載せてるやつを載せてただけだったっていう。切ないより踊る声数えるほど、あ確かにそれをさ、あの制服の目でリセットでほぼほぼ踊ってるからね。 HCB5 さんありがとうございます。たけさんテントありがとうございます。吉田さんエミーさんありがとうございますなんか最近さ、これ言ったっけこの話、名前も言った気がしなくもないけど、なんか私マーマンのくしゃみがすんごい嫌いなのね、ちっちゃい時から、あのうるせえのマジで、本当にうるせえって思うのね、いつもだからあもう本当に嫌だと思って、すごいストレスだったんだけど、あのめちゃ何が嫌って、最近ふとくしゃみした時にあの似てきた、くしゃみの仕方が、なんかあえなんかこのくしゃみ聞いたことあるって思ったらあれでした。あれお母さん、お母さんのくしゃみじゃないってなって、すごくあの最近悩んでる。くしゃみの仕方って変えられなくない？うん、なんか顔とかさ全然似てないのねなんか顔似てないからこそ、そういうくしゃみの仕方とか細かなさ、そういう内面的なものか分かんないけど、内面的なもので遺伝を感じるってなんかエモいですよね。わかります、その気持ち竹さんこれなんだろう、サイリウムだ、もういつもと忘れしちゃう。サイリウムありがとうございます。じゅんちゃんかわいい、ありがとうございます、ございます。クシュンっていうか、いやもうそんなかわいいもんじゃ、もうブレクシャーに言っていく、あのね人に聞かせられないくしゃみしてる。鼻だけでくしゃみするの意識したら可愛くないよ多分。な鼻だけで言ったらなふがってなりそうじゃない、くしゃふがみたいな
ふがふが。遠征の時忘れ物必ず忘れますよな。親譲り、親譲りかな、そういうの。じゃあ私のうっかりも親譲りなのかな。スキーできない、くしゃみ、くしゃみでない、名言切ってるわ。それはね、間違いないのよ。ね、母の日何あげようかな私。そう、母の日って難しくない？なんか意外とさ、自分の親が何好きなのかよく分かってないみたいなとこある。ちょうどこの日だけ仕事なんだけど泣いた。それはね、大泣きしていい。あ、かゆい。なんか昨日からずっとかゆいの。なんか全身かゆくてびっくりしてる。ずっとかゆい。ひなみざわ症候群かしらとか言って。外食ね、難しいのよ。なんか私のママってあんまりお肉が好きじゃないからさ。あ、卒業発表がトレンドに上がってる。うちらっていうか私のこのアカウント。みなとさん、規制さんな。菜食主義、なんか菜食主義っぽいところはあるんだと思う。わかんないけどね。もうダメ、いろんな歌歌いそうになる。本当に助けてね、みんな助けて、お願いお願い。私が万が一さ、無意識にさ口ずさんでも何も言わないで、あの本当にやらかす。もうやっぱ新公演始まる前にショールームやるべきじゃなかったんだよ。当初の予定通り新公演が終わってからリハじゃねえや、あのショールームをするべきだった。まあ、するけどさ、もうまやっちゃった子もいる、あの存じております。あ、でもさ、意外とさ、ツイッター調べても出てこないから、まあ、みんな黙っててくれてるんやなっていう。
フレンチトースト、フレンチトースト、バターで焼いただけですよ。じゅんちゃんかわいい、ありがとうございます。愛しくて切なくてどうにもできなくて、僕は苦しい、好きだ好きだ好きだ。これはね、歌っていいかな、きっと。吉田さん、ありがとうございます。パラソル、海じゃね海じゃね。そもそも隠さなくていいじゃんって思ってる派今まで言ってたっけ、わかんないんだよね、今まで。もう私やっとね、公演の初日っていうものを迎えられるの。もう他の同期とかリセットの月に出てたけど、私は初めてだからすごい楽しみ。タッチクマありがとう。クマンヌ、谷川豊さん、テレビありがとうございます。竹さん、お疲れありがとうございます。この公園手伝いで疲れるんじゃないと思った。そんなことはないんじゃない、あるかな。日向卒業今知ったんですけど、泣いていいですか。泣いて、いっぱい泣いての肌の露出少ないんだろうな鉄なよりは少ないでしょうよ。逆にあんなに出る公園の方が珍しいんじゃない。あのリセット、公園入れ替えの時、全く新しい公園の時は行ってないと思う。ほう、もう愛ちゃんのお腹が見れなくなるのか。案外そんなことはないかもしれないよ。確かに目のアンコール目のアンコールはなかなかだよね。でもリセットも案外出るから、なんだかんだ全部出てるっていう。エリカさん、家テレビありがとうございます。額に胸膨らませておこう。胸じゃなくて鼻の穴でしょ、君たちは君たちはメンバー的にどこまで行けば露出やばいでしょって思う。鉄なのあのズボンはやってるね。でも、あ、制服の目のアンコールのズボンもやってる。なんか上はまあ別に最悪さ、絶対タンクトップとかじゃなければまあって感じだけど、下がもう短いとすごい、あの、あら、すごく露出ですねってなる。ハクさん、テレビありがとうございます。あの半分知ってる曲で半分知らない曲を混ぜてる人がほとんどの気がします。確かに。でもそれで言うと私2曲知ってた、
2曲半知ってたかな。2曲半、多分入る前の私だったらもう2曲とかなんだけど、多分入った後でなんかまあ割と聞くこと増えたから3、4曲知ってた状態でも3、4曲っていう。レインボーの衣装って少し小さくないかな。小さくはない。鉄菜がねちっちゃいの。もうね、最初のオープニングの衣装とかこう着るやん、肩って普通ここに来るやん、なんかこの辺にあるもんね、肩のあのカックンってやつがもうこの辺にあるなんかすごいねって思って、なんかだって要はさ、その一期生さんたちがもう本当にこんなちっちゃい時から使ってきた衣装だからさ、あ、そりゃそうなるわなっていう。六期生ちゃんは何か新公演をやるのかな。またもしかしたら手綱とかするかな、何も知らないけど。黒ウーロン茶始めましたいや私さ、楽しみなのがさ、21歳の子がさやかに敬語使う姿を思い浮かべては毎日ニヤニヤしてるの、楽しみだな、いるよね21歳の子。でも意外とさ20歳とか19の子がいないのかしら。さやまるなん。いや、なんかさやまるじゃなくてもいいけど別に。いぶきさんでもいいけど、いぶきさんでも、クレタンさん、スリ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 かぶっちゃってたのよ、ちょっとかぶっちゃってた。キュウリさんやばい、キュウリさん面白すぎ。ピノさん、若菜さん、ひじりさん、ひじリゾートさん、面白いな。絶対関さんやろ。誰がミュンさんって呼んでくれるん。意外と怖くないよ。ミュンさん、クルタンも割とミュンさんって言ってくれるそれで言うと若菜が最近ミュンさんから関さん呼び戻っちゃってきてて、え寂しいって思って。ワンちゃん、アイちゃんさんいけるかな。だってやっとアイちゃん呼びの子が出てきたぐらいだよ、5期生でリノちゃん
皆さんヤポンヌとか言ったら怖い。やだー、怖い、私怖い。いやでもさ、絶対今時じゃないドッキリ制作。見て、ディオールのリップ。初めてディオールのコスメ自分で買った。なんかね、誕生日の時にね、リナからね、コンシーラーとなんかリップの下地じゃないけど潤すやつをね、マキシマイザーもらってたからさ初めて自分で買いました。かわいい。高いんでしょ。本当に高いの。もうね、お会計してる途中で帰ろうかと思ったもん。ちょっとカード出すのためらったもん。あ、お願いしますとか言って、あ、一括でとか言って、うん、よそ行きの声ね。ゆうわんさん、テレビありがとうございます。楽しみですね。熊本でしょ、お披露目。なんかお披露目って言うんだっていうあの、言っちゃって大丈夫だったんだっていう。なんで呼んでくれんかったん。かわいい、かったのかっこいい。ゆきちさんまではいかん。ギリギリ。ゆきちさんあったら、このリップ1本とランチ食べれるかなぐらい。ショールーム始まったけど団子マジコラボしようって LINE 来てないんだけど大丈夫気になりすぎて全額調べてきた。調べるな調べるな。あ、そうだからこれさ、詰め替えなのね、このピンクのやつって。本当はこの中身のやつはまた別にあって、本来はなんか黒いシンプルなケースなのね。それになんかこれが可愛かったから、どうしてもこれにしたくって、これとなんか詰め替え用のもあったから、詰め替え用ってできますって言ったら、その予約しに行った時に、あ、もう予約分は終了しちゃってますねって言われてって思って、まあその本体とこれ買って、まあ中身だけ詰め替えようって思ったけども、すごい高くつくのね。すごい高くついちゃうから、しかもなんかあの1本で十分なんだ、なんかケース2本になっちゃうから、ああって思って、もっと早く予約しに来たらよかったなって思いながら、その受け取り行った時、受け取り行ったら、その時なんと詰め替え用のみがあって、あの余計な出費をせずに済みました。あらず、1000円大事に使うで。熊本ってさ、ゴールデンウィークでしょまだゴールデンウィークってみんな意外と家族とかと過ごす感じなの。いい年くて性別なくてもう懲りないの。ギリゴールデンウィーク。一人一人ゴールデンウィークは勉強に費やす。えらっ、何勉強？
ゴールデンウィーク男つ以外何もしない。あら、ゴールデンウィークは家でゴロゴロするのし、間違いない。あの、貯めた本を読むための、無理やり現公演曲で上書きスタイルいい年。そうだよ、上書きって大事。上書き放送、去年はサイマル生誕を刀剣取れて飯塚が爆走したの、すごいな。刀剣って何、何時間前、刀剣1時間前とか5時半とか、それはさすがにギリギリすぎ、4時半とか2時間前4時半だ、すごいね、間に合ったね、よくね。ペイペイドームなんか見てます、やっほー。ペイペイドーム、まさかのドームにいる人、私さ、その広告のやつを見に行って、見に行った時の写真をね、すごい、あ、何載せようかなって思って、あ、待って、私今日インスタ更新したかったのに忘れてた、最悪。うん、明日更新しよう。このあと更新でええやん、だって見る人が少ないじゃない、意外と考えるんだねっていう、そういうのなんか7時8時ぐらいが一番ちょうどいいかなって思うから、なるべくその時間帯乗せるっていうこだわりがあるけど。見て、何の話だっけ、あ、広告の話だ。あ、そう、さやかのストーリーに ね載せてくれてた。あの、最初さやかと一緒に行ったの、さやかと一緒に、あの、お願い写真撮ってくれないって言って、あ、いいよみたいな、近くいるから行こうって、あの、言ってくれて、それで行ったんだけど、なんかビルの反射やばくないみたいな撮り始めた瞬間、なんかすごいビル反射してるけど大丈夫みたいなって思ってあ、じゃあ、夜一旦ご飯食べに行って、とりあえず夜もう一回来るって話になって、でそのご飯を食べてる間にリナも合流して、3人で一緒にわらわらと取りに行ったっていう小話そう、さやかもなんか嬉しいよね、なんかさ、撮ってくれるのも嬉しいけど、なんかそうやって何だろう、そういう風に私の広告イエーイってやってくれるのめっちゃ嬉しい、メンバーがラブ、メンバー愛感じちゃって、あのさ、道路側じゃん、あれ道路側だからさ、だからその道路側っていう、その最初ツイッターのあやさんが載せてくださってたそのツイートのやつを見た瞬間にすんごい嫌な予感して、道路側って私写真撮れんくないって思って、ちょっと一瞬あの恨みそうになったんだけど、全然恨んでないんだけどね、あのあやさんと思って、あやさんどうされましたって思っちゃって、でもすごい嫌な予感してたんだけど、そのイメージ画像をさ作ってくれたんや、その後アイヤさんが、でそれ見て、あーすごい、いやー嫌な予感が当たっちゃってるわって思ったんだけど、なんかいざ当日、そう、私より先にあのファンの人の方が先に見に行ってたから、ファンの方々がね、その写真見て、あちゃんと写真撮れてるわ、よかった、じゃあこれ撮れるやつやと思ってめっちゃ安心したもん。なんかさ、道路スレスレのところだったらさ、あの
すごいさやかとかりなに命がけで写真撮ってもらうところだったから本当に安心したそうだからその嫌な予感嫌な予感がしたっていう時にりなとねもともと撮ってあげるよっていう話をしてくれてたから言ってたからちょっとりなごめん車にひかれながら命がけで私の写真撮ってくんないって言って頼んだとか言ってたんだけど全然命がけじゃなかった。本当に安心したのそれでまだなんだかんださ一番目につくし目につくしとか言ってバス車からバスに引かれる覚悟してた。わかる。私も覚悟してた。リナが引かれる覚悟。いやでも本当に良かったよ。ありがとうねみんな。なんかさもう永遠にあそこに飾っといてほしいんだけど嬉しすぎてずっと見ときたいもんね。あすんごい眠い。どうしよう助けてけろ。僕は人より車の方が多いから道路車道側でよかったと思ってます。まあ確かに本当にそう。さやかとファンの皆様に感謝。そうだからさやかが今後、まあ、参加するだろうけどなんあの広告選抜じゃなくてCM 選抜の方かな。ちゃんとご協力をお願いしますっていう話を改めて CM ね。私もめっちゃバンバン回すから、まあ、いつかは分かんないけどちょっとある際はさやかにいっぱい助けてもらったのでこちらの群もね助けていただいて助けよう助け合いってやつですよそうさやかにお返しせな。ひなたさんインスタにひなたさんが出てきた。アイドル人生儚い。結構バス待ちの人がいるから派遣まで待っていた。それは私もやった。なんかわざわざあの西鉄バスのアプリで次の時間がこれとこれとこれやからまあ大体もうこのバスが多分乗る人多いからちょっとこの時間まで待ってよとか言って後ろでこうやって待ってたOK ってたすけあいちゃんやば。さっきビビちゃんにミュンはミハじゃなくてイエハって言った。めちゃくちゃ笑ってた笑わないでビビちゃん。笑わんといてください。想像できるでしょう。ビビちゃんは海派なの山派なの。海派っぽいイエハってちょっと告げ口やめて告げ口押すなもうどこからどう見てもイエハなんすよ。イエガハ。ああ。ビビちゃん、わかる。ビビちゃんもね、家っぽいんだよね。でも意外と、
あの意外と海っていう、意外と海海っていうのはちょっと意外って言ったらあれだけど、あ言ってたね、ビビちゃんさ、なんかアカウント消えてたの、あれショールームなんかめっちゃツイッターで慌てふためいてて、なんか消えたって言ってて、えショールームなんかって消えることあるんですか、な何をって思って、うん、なんかビビちゃんの周りって本当に刺激というか、なんかアクシデント、いいアクシデントが絶えないから楽しそうだなって思ういつも。あ一瞬だけ消えてたわ、やばすぎサーフィンした、サーフィン行きましょうとか言って、絶対に行かないやつ行けたら行くのあれにも程がある。ユンはどうかどう考えてもイエハーって言ってた、うん、イエハーです、もう家から一歩も出たくない。いつもの帰りのバス停が皆さんの心があるとかだった、嬉しい、なんかキュンとして、それでキュンとして、あそう今日ね、あのさなちゃんからね、なんだっけ、降りた駅にミュンさんいたって連絡来ててね、嬉しかった、キュンと思って、うん、なんか嬉しいよね、やっぱさこういうのがあるとさ人と連絡も取れるようになるからさ、ちょっと果たしてこの喜びはやましいのかやましくないのかよくわかんないけど、人と連絡が取れるようになるからいいものよねって、本当にありがとうございます。よいしょ、ネットサーフィンっすね、間違いないね、うまいこと言っちゃって、いや本当にね、思い出すとすごいめっちゃもう病んでた記憶の方が多いけど、なんかそういう今の感じの見るともう何でもいいや、嬉しいからってなっちゃう。愛してるの響きだけで、新公演にこの歌入ってますよ、嘘だよ、いつまで掲示されてる、8日、5月の8日8日日曜日までです。千秋楽アメピで嬉しかった、わかる、アメピは嬉しい、はっ、すごい無意識に出前のアプリを、出前のアプリってちゃんと言い換えたの偉すぎん何を開こうと思ったんだっけ私は、そうだ、ガチめに明日サーフィン行ってくる、ガチめにサーフィン行く人った、寒くないの今って海ってまだあれなの、じゃ海開きした、ちょいとばかりリップを塗らせていただいて、もう若菜がさメイクするときにさティッシュ食べるのね、
私そのそれがめっちゃ好き。ティッシュ食べてるわけじゃないんだけど、なんかうん唇でハムハムしてずっとモニョモニョやってるからさ、食べてるみたいに見えて、すごいその顔が好きなの。面白いって言ったらあれだけど、なんか愛おしくなる。高いやつを塗りますよ。サーヘンってのは平ですよね。すごいね、寒くないな。真冬のサーヘンってさ寒くね半裸でしょ、だって水着なんか着てんのかな、なんちゃらスーツみたいな。デュアルだ、かわちい。わかる、かわちいよね、わかる。数十円分ぐらい減ったかな、減ったかな、多分減った。でもこれ割とさナチュラルな発色だから、でも可愛い、このナチュラルさが可愛い。うん、そう、ちょうどなんか濡れ度も濡れ度も全然色がついたかついてないかわかんねえみたいな色のリップ欲しかったからさ、うん、ウェットスーツ、ドライスーツ、いろんなスーツがあるんですね。つけた。トゥル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 。博多鍵盤のギフト早く来ないかな、ワクワク水から出た瞬間やばいけど、ね、やばそう、寒そう。ウェットスーツってさ冬着る？寒くない？死ぬくないドライスーツが冬でしょ、あったかいやつ。なんかあったかもしれませんみたいな反応しちゃったけどさ、わかんないわ。博多誕生会届きました。あらー、よかった、届いて。ミュンツアーどこまでだっけ。ツアーは私はあと熊本だけです。大阪には行かないの、行きたかった大阪551551、食い意地が張りすぎている。母さん来てほしい、うん、行きたい。熊本ロッキーに会える、そうロッキーさん、ロッキーさんとかですね、ロッキー生に会える。うん、大阪行ったメンバーに551出前してもらうしか言える言えるか、さやかか。ロッキー18人もいるの？18人いるらしいで。なんか結構今までとさパターンが違くてびっくりしてるの。いいな、言えるって言える。
ゆう最近元気、ゆうる元気だよ。18に覚える何年かかるやろ。意外とすぐ覚えるべ。そんなこと言って、なんか5期生の時はみんなそんなこと言ってなかった。ちょっと名前覚えらんないとか言って言ってた人が割とすぐはるちゃん、いぶきってなってたイメージだよ。わかんないけどね、わかんないけどね。ゆうとっちテレビありがとうございます。焦って覚えないは、覚えなくてもね、嫌でも後々覚えてくるから安心してな。お帰省は2ヶ月はあかかった。サナちゃんとリム、確かになんか最初の頃顔似てるって言ってたもんね、なんか2人。みゅんちゃんはたらさんで1番に覚えた。やった。ウキはクリナちゃんから覚えた。ええやん、ええやん。あーコナンみたいな。早くコナン、コナンくん、ちゃんとくんって呼んで。呼び捨てしないで。めんどこのしっぽさん、テレビありがとうございます。そうよ、こう見るとは自然にね。コナン、そう昨日ねリナたちとね、あのコナンを見ようみたいな話をしてたので、私はねその京極さんが人間をやめた映画が見たかったの。ちょっと何か忘れちゃったんだけど、うん、人間をやめたやつか、あともう一個11人目のストライカーを見たかったの私は。2本で、それをね提案したらね、もうこの間見たって言われて、はーいって言って、しょんぼりしょんぼりしながらあれを見たよ。コナン先輩やぞ、大先輩なんですよ本当に。感づかれちゃう。ちょっとこれ、これまとめの文字違う。感づかれちゃうとは言ってない。疑心暗鬼になっちゃうって、疑心暗鬼になっちゃうって言った。私はもう本当に文字って難しい、受け取り方って難しいよねそうだから、ね、コナン君が見たいんだけど一人では見れないっていう話。なぜなら犯人の影が暗くて怖いから。解決策を募りたい諸君。怖くないあれマジで。なんかさ音楽も結構不穏だからさ、コナン君ってなんかダンハッみたいな。人は信じたいように記憶する。いやー格言ですね格言ですねもう薄っぺらい言葉。
本当にさ怖いよね。まあ、今っていうか割と最近のはそんな感じしなかったんだけど、この間テレビでやってたやつとかはね、あのだから昔のやつとかさ、すっごいなんか怖くない？なんかデーンって出てくるからさ、へーってなる。なんか知らん間にすごい人増えてるし、私もうセラさんで限界なんだけど。てるるて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 。やっぱさ昔のやつって怖いよね。まあ、コナンに限らずさ、なんかまた呼び捨てした、コナンくんに限らず昔のアニメとかって結構怖くない？黒の組織出てこない。ああジーンウォッカサヤマルもコナンなんですさやか、11人目のストライカー見よう。京極さんが人間やめたやつも見よう。2回目だと思うけど。江戸川くんなら、確かに江戸川くん。江戸川くん呼びやば。江戸川くんってすごい、なんか同級生面してる女みたい。江戸川くんはとか言って、てる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 、あゆみちゃん黒幕たちを信じて、それは最高すぎ、それはさすがにたぎるぞ。服部キッドが出てる映画が好き。わかるわかるとか言ったけど江戸川コナン探偵さでもさ、昨日あれ見てた、ゼロの執行人をね見てたんだけど、なんかその安室さんの話になって、すごいなんかゼロの執行人を見ようって話になって、あゼロの執行人ってあれでしょ、なんか安室さんがすんごいかっこいいやつでしょみたいな、あの僕の
恋人はこの国さっていうのをいちいちなんかこの手をさつけてさするからさ、何この子と僕の恋人はこの国さっていちいち再現しながら言うのちょっと面白いからずっとやっててほしいんだけど、それはなんかもう本当にかっこいいのとか言って その後あのリナと3人でなあの3人でめっちゃレッスンを開いた、レッスンを開いていただいた、さやかが「はい、もうこうよ、僕の恋人はこの国さ」って言って言った後に私とリナが「はい、僕の、はい、恋人はこの国さ」何の時間みたいな、すごい楽しかった。でもなんかさ、そういう風にさケラ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 何も考えずに笑って過ごせる時間っていつまで続くんだろうって思うとなんか寂しくならない急に訪れるしんみりタイムそう、安室さんの振り入れをされた、なぜか。タスカルをさラスカルに言い換えてどれだけ馴染むか。ああラスカルラスカルなんかキモいな、ラスカルラスカルトゥ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 ルルルルル、これ歌詞あるんでしょ、なんて歌だっけこれ。 BGM 曲名3枚目の配信、コナンの話でドラサーに来るそれまで僕の恋人はの話してるけど気まずいんだけど、やめて、盗聴されてる私の家、さやかに先日はいつも一つトゥル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 トゥ、あ、すんごく眠い、あ、君がいればかな、違うかな、あ、うつむくその背中に、うわー、ちょっと勇気出して一人でコナン君見てみようかな、うん、高山さんの声がまたいいよな、わかる、低い声たまらんですね。そうだからさ、コナン君ってさ本当にかっこいいじゃん、なんか「ラーン!」の時もそうだけどさ、あの世界救う時ね、あの世界を救う、あのスケボーやらなんやらでさ駆けずり回ってサッカーボール蹴り散らかしてさ世界を救うシーンが多々あるじゃないですか彼は、うん、そのシーンがかっこよすぎてさ、いちいちなんか「いっけーバチコーン!」みたいな感じでさ、それだもうなんかそれたびにすごい「うっ!」ってなるんだけどさ、あ、キュンってなるんだけど、なんかキュンってなって、あ、これはもう恋に落ちた音がするって思ったすぐその後に、でも小1だもんな小学1年生だもんな、てか中身別に違う本体いるもんなってなる、コナンってあくまで化けの皮じゃないけど
あ、もうまたコナンとかやって、コナン君はあくまでも仮の姿であるもんなってなって、ちょっと毎回ブレーキがキュッてかかる。いや、そうそうなの。だからこの間のさ、あのヒーローの弾丸の時にさ、あの調べてたのね、ハッシュタグヒーローの弾丸でリアルタイムのあのツイッターの感想を。そしたら、あの被害総額を考えずにはいられないってツイートがめっちゃあって、それなって思って、めっちゃ面白かった。被害総額を考えずにはいられない。あ、そりゃそうでしょうね、あんだけ派手にどんぐらがシャンしてたら。次のシャンか、みんなコナン君のコスメなんか、みんななんか青いジャケットに赤いリボンのして、デカめのメガネかけて、今日はどこから来たんですかって聞いたら、ふっとか言って、え、名前なんですか、お仕事何されてるんですか、小学1年生だ、せいさとか探偵さとか言う人いそう、知らんけどな。米花町出身です。米花町から来ました。うつむくその背中に全身黒タイツ集団が例に並ぶよ。いや、それはそれで面白すぎる。めちゃくちゃ面白くない？そんな同期生ちゃんびっくりしちゃうよ。え、なんかあの先輩やば、あの先輩のファンやばってなる。バロなんか、あ、他の人の他の子のとこ行ってたでしょとか言ったら、バロおめえだけだよとか言って捨てゼリフ吐いてどっか行ってほしいんだけど一生笑っちゃうやろそんな。なんかさ、可愛いって思ったケース大体 iPhone。 切ないね、 Android の定めや。まあまあまあ、 Android もね、なんかすんごいバキバキなんだけど。しんいち、やばくない人でんで見たことがない。ちょっとやめてやめて、みんなのライフがゼロになっちゃう。あれだけしでかしてるのにまだ正体気づかない蘭姉ちゃんもちょっと問題。まあ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 、そう、極度に鈍いんでしょ。なんか思ったのがさ、カラクレの間の時に普通に平次くん工藤って呼んでたけど、あれは大丈夫なのか。あれは果たして大丈夫なのかって思っちゃうよね。やっぱハーフツインって可愛いよね。私ハーフツインすんごい漏れるんだよね。なんなんだろうね。なんかなんならツインより漏れる気はしてるけど。人間が縮んでるなんて思うね。確かに、いや、ごもっともだわ。ごもっともな答え来てもうすぐ納得しちゃった。
工藤。せやかて工藤。せやかて工藤って行ったことないんでしょ、平治って。知らんけど。知らんけど。キュ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 との彼女じゃん。ちょっとダンスできそうじゃない？ちょっとヒップホップ系。そんなことはない。ほんで、でもピースがめっちゃインキャなんよね。いや、少量数の久しぶりだよね。久しぶりよ。もう新公演までしないつもりだったもんね。でも今日はせっかくメイクしたし、時間もあったのでしてみました。すっぴんですか？違います、メイクしてます。まあ、ほぼほぼ落ちてるけど、まあ、今日メイクちょっと適当にやっちゃったからあれだけど。これ何のポーズだっけ。制服のマネキン。のクリの話をるみたい。まあいたよねっていう。フレミングですかね。これでしょ。これ何がなんだっけ。何？明日への希望、現在地、記憶の旅。やかましい。なんかこういうさ、習ったやつだ。はあ、眠。習ったやつって案外忘れてるんだよね。案外思い出せないっていう。見て、煉獄さん貼ってんの。これ貼ってるスマホを買う。煉獄呼びやめて。さん付けしよう絶対。煉獄さんを煉獄って呼ぶの世界であの人しかおらん。フレミング左手なんだ。電流力磁界磁界。あと2回仕事すれば休めだ。やったー。2回頑張れ。あー、バナナ買って帰ろうと思って忘れちゃった。普通にバナナ忘れて玉ねぎ買って帰ってきちゃった。頭おかしい。しょんぼり。おお、しょんしょんしょん、しょんぼりーな。バナナ目的と、あとあれよ、あ、豚キムチ作ろうって思って玉ねぎを買ったんすけど、普通に忘れてたよね。もう
っかりさんなんだから。ふんふん。鶏肉は消化できます。消化できた。結局カレーにした。じゃがいもなしカレーにしたぜ。結局っていう。もう無理。歌歌いそうになる。ほんとによくない。ほんとによろしくない。にゃうんにゃうんにゃうん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 。じゃあカレーか肉じゃがしかすぐに。だってそれしか作れないんだもん。よいしょ。9時52分じゃない？すーごい切りいいよね。ちょっと10時までする。顔強い。ウレピオの丸。やっぱメイクしてるとさ、多少漏れるよね、すっぴんよりか。あれ？城のうちみたいな顔だったね今一瞬。どうなっちゃうの次回城のうちシス。初日までにさ、ネイルしたいのに全然爪が伸びないんだよね。なんか正確には伸びてたんだけど折れちゃって、あのもうダメ。絶対に間に合わない。もう長さ出しをねできるんだけどさ、長さ出しすると高くなっちゃうから。家に帰ってきた。おかえり。爪伸びて。それな、爪伸びて。爪ってどうやったら早く伸びんの？わかめ、わかめか。1週間あれば3ミリは伸びる。3ミリ、まあ3ミリでも十分か。爪の3ミリって結構長いよな。いけるかな。私の爪に、オラに力を。まあ最悪、いやでも絶対初日リハするよな朝から。最悪4の前に、4の制服の目の前に行ければあれなんだけど。眠そう。眠たい。お母さん僕眠たいよ。
ちょっと落ち着いて、落ち着いて、壇上を読んで。壇上を読みまして、私はコナン君を見ます。寝るかコナン君見てるか。おじいちゃんテレビありがとう、めっちゃ前だけど。メタボさんなんかありがとう、海ギフトなんすけどね。まあまあまあ、パトラッシュ、パトラッシュはええで。ゆうとっちテレビありがとうございます。コリラヨシーさんハートありがとう。よし、壇上を読ませていただいても読みます。13位としろうさんありがとうございます。12位吉田さんありがとうございます。11位おじいちゃんさんありがとうございます。おじいちゃん。10位まさふみさんありがとうございます。9位 HC85 さんありがとうございます。 HC85 私もしかしたら違う読み方してたかも今まで。ありがとうございます。8位大分の田中さんありがとうございます。7位メタボさんありがとうございます。6位ゆたかさんありがとうございます。5位谷川豊さんありがとうございます。まさかの豊か続き。4位たけさんありがとうございます。3位ゆうとっちさんありがとうございます。2位たくさんありがとうございます。1位えりかさんです、ありがとうございます。パチリコパチリコ。とりあえず灰原に謝ろう。なんで？ではでは、ありがとうございました。ちょっとみんなまだまだ広告見に行ってね。広告っていうかあれよ、バス停見に行ってね。ではでは、またお会いしましょう。おやすみ。はあ、では領域展開おやすみ。